人はさ、まあ、あの同世代ということで、あのお互いのことをどう思ってるのかっていうのを聞きたいんだけど、大迫選手から見た福田選手ってどう、当時と比べて、当時そのから今っていうところ、フォワードのいろんなこう収めたりとか、そういうところの精度とかも、この年代ですごい、まあ、一番レベル高いと思う。違いはもう本当一番ふざけてる。久しぶりなのね。もうちょっとこう、手を焼くというか。出し手としてはどうなの？その動き出しとかも含めて。自分が持った瞬間にいろんな動き出し、テンションの動き出ししてくれるので、うん、出しやすい。で、福田選手から見たら大迫選手ってどう？自分はこんなできてくれるのはやっぱルイのおかげなんで、うん、とりあえず走ればボール来る、ルイのパスで止まってくれるじゃないし、うん、それも当時からそう思ってた？中3、うん、くらいからも合うなって思って、あ、そういう感覚があったな、うん、じゃあもう自分が走り出したらもう絶対見てくれるっていう、一人だけ見てるとこが違うし、まあ、ポジション違うからそのライバル意識っていうのじゃないけど、その意識は してた？あまりしないですね。そういうのはないんだ別に。そうですね、勉強ぐらいです。勉強で勝ちたいっていう、ボロ勝ち、ボロ勝ちだから意識U19 選ばれたりとかいう時にこう思ったりすることあるの？一緒入りたいなって思います。負けてたまるかっていうより一緒にこう、そうですね、代表でも神村のようになりたいので、もっとレベルアップしないといけないっていう、セレッソは、まあ、これからということで、はい、福田選手はいろいろ言ってるっていうことで、実際そのプロのレベルっていうのを今体感してると思うんだけど、実際やってみてどう？やっぱパススピードとか一つ一つの技術が本当に高くて、うん、まだまだ足りないなって。あ、だからもう練習から あの意識をしてっていうのって、めっちゃインパクトすごいじゃん。俺久しぶりに見たから、あんなインサイドを蹴れる選手、あれもう本当意識しちゃってるでしょ。うん、でも何チームか行ってそのトップクラブも行ったから、多分それがスタンダードだと思うから、そういう刺激っていうのはやっぱかなりある。そういう毎日刺激、実際その、まあ、全国っていうところで今、神村まだ優勝はしてないよね。優勝はしてないね。だからそこをどうこう捉えてるかっていうか、全国レベルっていうところで実際どう感じてるかっていうのをそれぞれに聞きたいんだけど、最近神村強いっていうふうにみんなから言ってもらえるんですけど、うん、やっぱまだ全国のトップレベルのところまで実際行ってないので、この代で全国取って神村の価値っていうのをもっと上げていきたいと思います。福田選手も頑張りたいです。もうやっぱ結果を、はい、結果を残して、実際体感レベルでは全国のレベルと今の神村をどう感じてるのかなと。いや、実際全然まだまだ足りないです、うん、それはどういうところが足りないの？県大会からこうちょっと自分たちとか、うん、自分基準なプレーとかが多くなって、うん、でももっと相手を見てプレーしたりとかしないといけないので、うん、そういったところはまだ全然できてないので、うん、チームとしてまだ未熟なチームだと、うん、自分は自分がたくさん点決めは負けることないんで、まあまあそうだよね、とりあえずたくさん点決めるっていうことを意識して。めっちゃフォワード気質だね。すごい頼もしいよね。本当ゴール取ることっていうのにフォーカスしてるでしょ、うん、まあ、それが結局点を取れば自分チームが勝てるし、その延長上で優勝もできるっていうところだよね。同世代でもいいし、まあ、目標としてる選手なのかライバルっていうのはそれぞれにいるかっていうのを聞きたいです。自分は松木選手、うん、それはずっとそのプレーを見てきて、そうですね、まあ、その高校で三冠取って、うん、プロの世界行って、うん、まあ、プロでも今もすぐ活躍してて、うん、まあ、しかも左利きで近いポジションなんで、うん、なるほど、意識してます。自分はやっぱチーズアーニ選手。おお、チーズアーニ選手、え、それはやっぱ代表で？代表だったり、うん、やっぱコースとで海外などって、うん、本当に今すごくレベル上がってると思う、うん、え、実際対峙するじゃない、紅白戦とかでもやるじゃない、え、どこがすごい？体の使い方だったり、うん、足がやっぱ長いんで、うん、つつかれたりします、うん、体とかもやっぱ強いです、うん、いや、でもやりがいはめちゃめちゃあるよね、はい、まあ、でも同世代でそういう世界レベルじゃないけどいるっていうのはめちゃめちゃありがたいよね。